大城蘭は、フリーアナウンサー。沖縄県糸満市で出生するも、父親の仕事の都合から、その後、奄美大島や宮崎県で、学生時代を過ごす。富城市立上田小学校奄美市立小宿小学校、宮崎市立潮見小学校、宮崎市立宮崎中学校、宮崎県立宮崎南高等学校を経て、 明治大学卒業後 RBC 琉球放送に入社。2009年4月28日放送の民謡で今日ハイナビラで初泣きを果たした。2009年12月より小林紀子より地上デジタル推進大使を引き継ぎ、琉球放送2代目地上デジタル推進大使となる。テレビ完全デジタル化500日前イベントから、 RBC の地上デジタル放送推進大使として正式に活動を開始した。なおその前に、先島地域で RBC 地デジ放送が開始された際には、石垣島へ赴き、イベントに参加した。琉球放送テレビで2009年10月17日から2010年1月16日まで放送された沖縄のご当地ヒーロー、流進マブヤーの特撮番組、 流神マブヤーガイデン SO、内縄のナレーションを担当。また、毎年3月4日に、読谷村文化センターで行われる、ゆかる日、まさる日、三神の日では2011年と2012年の2年連続で、司会を務めており、中でも、第19回大会では、鍵屋で風を、約2ヶ月間の練習の末に披露したという。TBS の田中みとは、 学生時代からの友人であり、田中のブログにもたびたび登場する。その田中のブログにて、大城が2012年3月末で、琉球放送を退職し、東京でフリーアナウンサーとして活動することが記されている。その後、担当番組すべてを降板。2013年より、オフィスキーワードの東京事務所に席を置いていた。2015年4月現在は公式ウェブサイトより、 プロフィールが削除されている。2014年、栃木県日光市絹川温泉の観光大使、ミス、絹川に選出される。ありがとうございます。